だけど五葉松なんだ、うん、でこれ一回針金かけてそのまんまね置いたんだけど、ちょっとなんとなく取り留めがないんだよね、血が、うん、それもだけど破傷いいんでね、この破傷いいからね、これちょっとね将来を託してね、ちょっとやってみようと思ってさ、少し針金かけ、まあああれなんですよ、大雑把な形はできてるんだよ、うん、ただ針金ってね一回かけてね外すとね意外とねまた元に戻りたがってるから聞いて、戻るんだわ。なるほど。だから最低ね2回は必要なの、うん、針金かけ、そうしないと一つの木できちっと決めてると今度はそれがね、うん、本当に効かそうとすると中にガンガラガンに食い込んじゃう。そうだね。だからその食い込む傷つく前に外すとね元気のいいやつはね少し戻るもん、戻るの。だからそれはそれでね元気のいい証拠なんだ、うん、だからこれはね剪定するとこ今のとこないんだよね。これは大した形はねとりあえずそんなにね変わるってことはないと思うんだけども、どっちを前にしましょう。これをねどっち正面にするかによって違うんだよね。こっちを正面にするかこっちを正面にするかなんだよね。これね、まあ、どっち正面にしてもいいんだけどね、ちょっとね作者的にはねちょっと植える位置がまずかったね。この普通今飛び出てるのとこは何なの。これかい。いやここの端っこ、これこれ苔、あ苔が入ってきた、うん、これ苔です。これ苔が入ってきちゃった。本当はね正面ここなんですよ、うん、この木は。なるほど、ね、だからねこれは今ねこっち正面ちゅうことでねあれするわ、ここ正面これ、うん、で出来上がったらね植え替えるんだけど正面変えます。はい、これのが正面ずっといい。これを1の枝にするわけね、こういう感じ、うん、でこれを2の枝にして後ろ枝これ3の枝ってこういうふうに持っていけばね、うん、なんとなくねまとまった木になりそうな木。これは下から行かないでこう行きましょうか。こう行きましょう。こうね、こういう感じね。そして後ろをちょっとなんとなくね針金外したらねこれなんか曲げるの曲げてもらうの嫌だっつってね元に少し戻ったんですよ。それでねちょっと丸っこ伸びきったわけでないんでね、うん、ちょっとだけこういうのさこういうとこさ、うん、この頭の葉っぱ全部切ったでしょ、うん、この短い葉っぱあるでしょ。おうこれこれは、これを、これ切っちゃったらこれも死んじゃうの。これ切ったらかい。うん。これの残ってるやつ、ここから芽吹くよ。あ、そうなの？残ってなかったら死んでいくよ、ずっと。だからこれバチッと切れば、うん、ここに芽用意するわ。へぇ。だけど今回はね、うん、これをバチッと切って、ここに芽を用意させるっていう段階でね、うん、もう一回そうやるとね、この下枝弱いからね、待つって、これ出てきて治るったらまた3年もかかるんでね、今回はそれをやめてね、この枝。これはもう何年も経ってる芽なの。何年も経ってる芽なの。あ、そう。うん。それでもちゃんと新しく出るんだ。新しく出るよ。この青いのさえ残ってるやん。なるほど。うん。短くしたい場合はそうやってやるんだ。そう、短くしたい場合は、これを、うん、バチッと切って、うん、出てくるの待ってんの、次の。なるほど。だから。切ったからって別に死なないんだ。死なない。ここを切ったらここまで死ぬの、うん、ここを切ったらこの葉でもってね緑があるからね、緑があるから水を呼んでくれるんでね、うん、大丈夫なんです。なるほど。これ一応ねここでこれ正面変えたのね、うん、でこれはまあ全部後でやるんだけど、うん、こういうような曲げ方はねこうちょっと畳み曲げ方するんですよ。こうちょっと長くなってるからね、うん、こういうような感じにしてこういくんです。こうそれでここでこっちへ向いて頭を上向くとこういうふうにね、うん、こうでこれはこれで
頭をちょっとこう上向け向けとくと、こういう感じね、うん、そうするとここに一つのね、一つの棚ができるわけね、こういう感じでね、こういう棚ができるんですよ、ここにね。でこれは後ろ枝なので、後ろは後ろでちょっと、要するに後ろの景色だからちょっとあればいいんですけど、うん、やっぱ正面を意識しながら曲げていくんだ。そうですね、そう、こういう感じですよ、うん、だからさ、将来的にはこう来るんだけど、うん、この枝ね、ここ正面でしょ、うん、こう来るでしょ、これみんなこう来るでしょ、うん、そうするとこの枝がこう来てこう来てこう来ると、なるほどね、こっちへ欲しいよね、うん、それでこれを枝にすると、そうすると綺麗な曲がりがね、なるほど、なんとなくザ盆栽になってでしょ、うん、でこれはここでこうちょっと、それを今ね、これはねもう大体ね、うん、9割型できてる木だからね、うん、そんなにね、あの説明することもないけどね、うん、あのこの五葉松はね、銀八って白く出るんだよね、うん、ちょっと葉っぱ白っぽいの、うん、これはねやっぱりあの人間が発見したらしくて、うん、なんか四国の人らしいんだけど、でこれが発見したのでね、四国の五葉松がね、うん、ものすごく発展、あの大量生産できるようになったんだって。四国から福島とかすごいね、なんか、うん、あっちこっちで。そう、五葉松。これはね、あの自然にあったもんではないらしいんだ。あの福島とかさ、うん、東北の行くと山にいっぱい五葉松あるからね、うんうんうん、あっちの方の名前ついてるでしょ、福島五葉とか、うん、那須五葉とか、うん、そうだね、東五葉とかって、あっちの方の東北の方行くとね、山にいっぱいあるらしいんだ、うんうん、でな、山のな産地の名前ついてるけど、うん、これは人間がね、なんかあの発見したらしいんだよ、うん、突然変異を、それを四国の人がなんか発見した人いて、その人が発見したんで、うん、四国のね五葉松がね大発展したんだって、うん、でこういう感じです。これもあちこちから芽吹いてすごいね。いや元気はいいんだよね。やはりね、うん、これ下枝なんとなく弱いでしょ、これね、みたいなね。やっぱりね、松っていうのは下枝がね、あの元気つけないとね。なるほどね。うん、あの安定感ないよね、うん。黙っとくと上ばっかり伸びてね、山の植林の木あれね、うん、大きくなってでしょ。あれそばに行ったらわかるけど下に枝ないんだよ。うん、上に伸びようとするから太るんであってね、うん、これだってね、あのこんないじめないで、いじめてんだからね、こうやって針金かけて、うん、いじめないで自然に伸ばしてればさ、うん、もともと太くなってたよ、うん、その代わり下の枝何にもなくて、うん、なるほどね、上ばっかりヒューッと伸びてたよ、うん、これはね、ちょっと人間のエゴでいじめてるからね、伸びきれないでいるんだよね、うん、だから結局いじめてるからね、ある程度はいじめはね、これ木の場合は許されるんだけど、うん、その代わりちゃんと大事にしてね、いじめてやんないとさ、ダメなんだわ。これ自由に伸ばしたら大木になってしまえば、うん、ねえ、いわゆる盆栽って言わなくなるでしょ。そのさ、まあね、うん、針金かけるの嫌だって人もいるんだけど、うん、その針金かけるどころかね、剪定するのも嫌だ、自由に伸ばした方がいいって言って、うん、それではね、鑑賞価値ないし、うん、そうだね、そのうちあんた全部庭占領されちゃうよ、うん、大木になって。これで一応全部かけた、あ、まだあったね、これちょっと待ってよ、ここに一発かけてみましょう。こういう一応これで全部かかったんですけどね、うん、こんな感じで大体こう終わったんですけど、これをもっとコンパクトにねするにはこう振るんですよ、こういう風にね。でちょっとこう上向ける、振る、こう向ける、これを枝にする。そしてね、ここはさ、こんなにいっぱいいらないんだよ。上はね元気いいからね、なるべく
吐かず少なくしとく。それでなくても出てくるの、いくらでも。松は。で、こういう感じにして、こういう感じですよ。ですよ。こうです。で、こういう、こういう、ここが正面ね。そうすると、この枝がね、これちょっといりませんね。こういう感じね。ちょっとこういう感じです。こんな感じになって、それで、この芯をこれに落とす。これもうこれぐらいになれば大きくなんだ、自然に。どれ？これ。これはもう完全に芽になる。あ、そう。大丈夫です。このぐらいになればね。あのちっちゃこいぽやぽやね、これこんなのはダメだよ。あ、そう。これは芽ね。これはもうここに芽が用意してるから。あ、そうか。そしてね、上の方だから、まだいいの。これが下の方だったらね、ちょっと要注意。なるほど。うん。下の方はね、あんまり、これなんか特に、木太いけど案外葉っぱないでしょ。うん、だから今度はね、上相当落としてるからね、うん。今度はここにだいぶ水分とエネルギーが供給されるからね。うん、だんだん元気よくなると思う。なるほど。うん。だからちょっとね、その、ハサミの入れ方とかね、うん、剪定の仕方でね、うん、木はね、蘇ったりするんですよ。うん、意外とね、剪定って大事なのはね、うん、木の生き死にをね、左右する時もあるの。そうだね。うん。こういう感じです。